七将が移動を開始しました。伏見で石田三成の捜索を行うようです。捜索ってことは石田三成の居場所はまだわからないってことですよね。近之助、探知するのは難しいでしょうか。そうですね、残念ながら時間素行軍がうまく石田三成を隠しているようです。予測の通り、石田三成は七将を逆に討ち取る気だ。見失っては先手を取られるぞ。そうなると僕たちもあの方を探さなくちゃ。地道だけど聞き取り調査しかないかな。時間素行軍も捜索の手から三成を守るために徘徊しているだろう。状況をよく見て進めよう。人助けができるのはいいことだよね。さあ始めるよ。ジョーカーを守る兵がいるようだね。彼らなら何か知っているかもしれない。速攻軍がまずは助けないと。ご無事で何より。ところで今の敵の他に何か不審なものを見ているのか。化け物の衝撃で頭が働かない。すまんが東の見張り小屋で聞いてくれ。見張り小屋の兵が襲われているみたいだ。早く助けてあげよう。さて、落ち着いたら聞かせてくれ。他に怪しいものを見なかったかい？それなら朝方大通りの門を南へ向かうカゴを見たら、妙にせかせかした様子だな。カゴか、うん、あの方なら使うかも。この調子で情報を集めよう。カゴが通りませんでした。これが今朝はついに居眠りを。すまぬ、先の通りにいる見張りにでも聞いてくれ。この先道は二つに分かれています。どちらの兵に話を聞きましょう。やれやれ、将兵あるたびに時間素行軍があるから手を貸してあげよう。時間素行軍、なぜ豊臣兵を襲うんだ。石田三成だ、豊臣の人に。僕らの邪魔をしたいんだ。兵から情報が渡れば歴史改変に支障が出る。怪しいカゴを見ていないかな。今朝方近くを通ったはずなんだけど。特に思い当たらんな。いや、そういえば酒蔵の主人がそんな噂をしていたか。ほれ、川向こうの酒蔵、あの樽のあたりですかね。どうですよ、加瀬、石田三成の行方は見当がつきましたか。ある程度はね。結論を出すのはまだ早いよ。すでに伏見を取ったのは確かなようだけど。助けてくれ。はーい、今助けますよ。おっと、こんなところにも時間素行軍が。あまり時間を無駄にできません。急ぎ敵を倒し
ここを出なくては。もう心配ない。ところで一つ聞きたいんだが、今朝方怪しいカゴを見なかったかい？それならあそこに季節外れのモミジがあるだろう。あの道沿いを行くのを見たの。春の紅葉か、狂い咲きと言っていいのか、時間が許せば歌でも読みたいところだが。カゴの通った道をおさらいすると、酒蔵の前とモミジの道を通っていて、中央の橋には行っていなかったけど、つまり僕らが向かうべきここに。私の手は不要のようですね。いいですね、お見事。おやおや、こんな風に待ち構えて、これで答え合わせが済んでしまったよ。ええ、石田三成、この道の先時間素行軍を切って彼を追いましょう。良さそうだね。ますますいい調子だよ。これからもうまくやろう。さてこの道の先、あの方がいるはずの大阪に。行き先は大阪か。来た道を逆戻りだね。七将たちの足では追いつけないだろう。ここは僕らの出番だね。はーい、みやびに解決しましょうか。ああ、こんな時だからこそ明るくな。